黄泉の国、イザナキの御事とイザナミの御事は天の神から雨のぬぼこを授かり、海をかき混ぜ、たくさんの島々と神たちを生みました。そして最後に生まれたのは火の神でした。妻よ、どうした？目覚めておくれ。イザナミの御事は火の神を産んだ時にひどい火傷を負って死んでしまったのです。イザナキはイザナミを丁寧に葬ると剣を抜き、火の神カグツチを切り殺しました。飛び散った火のカグツチの体は炎や火山、剣などを司る数多の神々に生まれ変わりました。イザナキはイザナミに会いたい一心で死者の魂が行くという黄泉の国へ向かいました。黄泉の国に着くと屋敷の中のイザナミに話しかけました。愛しい妻よ、どうか戻ってきておくれ。すると返事が聞こえてきました。あなた、どうしてもっと早く来てくださらなかったの？私はこの国の食べ物に口をつけてしまいました。もうそちらへ戻ることはできません。いや、私は必ずお前を連れて帰るぞ。そのためにここまで来たのだ。ほう、嬉しいお言葉。ならば黄泉の国の神に相談してみましょう。しばらくここで待っていてください。でもどうかその間に私の姿を決してご覧にならないで。それからイザナキは待ちました。ところがいつまでたってもイザナミは戻ってきません。イザナキは櫛を折って火をともし、中の様子を伺いました。するとイザナミの亡骸から矢柱の雷神が立ち上がり、こちらへ向かってきます。そして、よくも私に恥をかかせてくれましたね。決して姿を見ないでと言ったのに。そう言ったのは変わり果てたイザナミの御事でした。イザナキが驚いて逃げ出すと、イザナミは夜持つしこめを使わして、イザナキを追いかけさせました。イザナキが髪飾りを投げつけると、それがブドウの実に変わりました。夜持つしこめがそのブドウを食べている隙に、イザナキはまた逃げました。それでもまた夜持つしこめは追いかけてきます。今度は髪に刺していた櫛の刃を折って投げつけました。するとそれがタケノコになりました。夜持つしこめはそのタケノコを抜いて皮をむき食べ始めました。イザナミは今度は雷神たちと大勢の黄泉の国の兵士を使わし、イザナキを追いかけさせました。イザナキは道の途中になっていた桃の実を3つ取り、雷神たちに投げつけました。すると実の逃げていきました。今度はついにイザナミが追いかけてきます。イザナキが大きな岩で道を塞ぐと、イザナミは岩の向こう側で言いました。愛しい我が夫、あなたがこんなことをするならば
私はあなたの国の人を一日千人殺します。イザナキは答えました。愛しい我が妻よ、お前がそんなことをするならば、私は一日に1500の人が生まれるようにしよう。これが二人の永遠の別れとなりました。こうして死にゆく者よりも多くの人々が生まれ、この国は栄えていくことになったのです。イザナキの御事とイザナミの御事のお話はこれでおしまい。